ねえ、目閉じて。私の毎日はいつも一緒。でもエキストラ、うちらの学校でも撮影するんだって。嘘、今目の前に王子様が現れました。今度俺とデートしない？ちょっと待って、相手は国民的スーパースターだよ。ここなら誰にも見られる心配はないし、何でもできるでしょ。俺の彼女。彼女だね。夢なら覚めないで。キスの予約完了。他の男に触られないように。俺は君のことだと結構余裕ないんです。スクープです。お相手は一般の女子高生ということで。私のせいだ。もうやめろよあんなやつ。あんな女子高生のどこがええの？彼女を傷つけることだけはしたくなかった。好きな人と一緒にいたかっただけなの。1分1秒でも会えるならひなののそばにいたいって思う。午前0時、キスしに来てよ。